それでは始めていきましょうかね。はい、それでは始めていきます。第何回、KF98 UM 紅白戦スタートします。はい、それではスタートボタンを押して、はい、ありがとうございます。始めてください。さあ始まりました。何回か忘れましたが、ちょっと QHM はね、あのデュエルとかと被ったりといろいろあって変則的な感じになっちゃいましたが、お久しぶりの感じです。デュエル後初ですね。で、現在まあ大体10人ぐらいのエントリーがあるんですが、まあちょこちょこ後から来るみたいなので、はい、あ、来てますね、もう。なので、まあ、ライフ1かなの流れですね。で、最初が、平成生まれの小野ちゃんと、マーシさん。マーシさんは、どこ勢だっけ？山口。なるほど。栄養チャイチなんですよね。なんか今もう、ピヨってたあたりを見ると、かなりやり込んでるっぽいですね。キムが先制して、小野ちゃんの中堅のクラウザー。まあ、このキャラであればどんな逆境でも跳ね返す可能性がかなりある。まあ、0 2 m でいうともう霞みたいな、霞よりありそうですね、いろいろワンチャンが。さあ、ジャックジャック空車輪うまい。さあ、しっかりしている。発動も絡めて一気に二立て。さあ、ここからおちゃんが大将、ちょっと珍しいですね、いおりは。まあ、いおりも、まあ、なんか極論言えばくず風影響があるっちゃあるので、まあ、それ以前に、まあ、火力もありますからね。まあ、しかし回し側鉄壁ですね、うまい。ああいうところもまあいいよね、足速いからね。さあ、一気に押し切って、マーシさん強いな。さあ2戦目、マーシさんに、マーシさんの後は、イチさん、平成生まれの陽大という名前です。そう、あの親方さんからね、いちご畑のチーズケーキという、ありがとうございます、本当に。あれ、はい、お願いします。あの、はい、とんかつさんがフォークをしっかり用意してるんで、あのホール型なんでね切らなきゃいけない。さあ、シャイルフォーはすげえ当たり方した。ことつきで返していく。うまいな、器用ですね。あのコンボ、まあ、なかなか難しいと思うんですが。なかなか02無印のキムとかとまた一味違ったこう強さですね、キムはね。あ、なるほど、破棄薬で消えるのか。さあ、2番手裏ギエスですが、このダブル疾風拳、エキストラにはちょっとめんどくさい技ですね。エキストラじゃなくてもめんどくさいけど、しっかりしている。弱弱の2発目で発動して、強パン前へ砲撃か。さあ、これ同キャラ。さあ、しっかり避ける開幕から。これがまたいい技だよね、強制ダウンだし、ダメージも減るしね。さあ、一気にダメージを奪って、発動からここは避けられてしまう。しっかり決める、リターンがでかい。
はい、さあこういう名前です。パトロールしに来ましたね。さあしかし、まあ、相当お互いガチっていうか、まあパトロールパンナ側はもう離れて久しいですが、マーシさんの強さがだいぶ際立っているので、これはなかなか危なそうです。さあうまい、あれ届かないんだ。さあ酒からリアルカウンター投げる。さあ今度は不発に終わってしまい、その隙をしっかり最大、さあルガールキム、あ、いえ、あ、ありがとうございます。すいません、わざわざなんか何から何まで。さあ試合の方は残りわずかなキムですが、打って意外に隙がない。さあキャンデンで通す、うまいですね。見えねえ。ここはキャン残りわずか、ガイザーウェーブ避けるしかない。さあしっかりしている。この辺でなんか甘えないのがいいですね、やっぱね。しっかりお互いがそうですね。さあじわじわと追い上げてきたかパトロールパンナ。さあギリギリかわして、なるほど。さあうまいですね。しかし回し側もしっかり、ここはつながらない、お互いつながらない。さあ絡まれるとやっぱりうまい、空中ガードしてる。ちょっとルガール絡まれるときついイメージがありますが、ここはうまく、マジか。さあ酒に投げ、スカシゲダンにガーキャン、ガーキャン後手になってしまった。さあ相当いい勝負、ここは引っ掛ける、でかい。俺ずっと見てますから大丈夫です。立ち回り見てます、しっかり。さあ回し側対象ちょい、これ苦しいのかな、まあ、状況も相まってきついでしょうね。早い、打ち上げていく。クラウザーチョイ、まあ、確かにクラウザー有利な感じはするんですが、ちょっと面倒くさそうにも見える。フォアム的な言い返して、おっと裏に行ったところ投げでフォロー、しゃがみし、こう投げ、あれは避けたときに自動的に投げるシステム、うっと思えてしまう、投げれるシステムですね。うまいか、惜しい、すごいことになりそうだった今。ああ、まだありそう、怖い怖い怖い、あるね。ああしかし危ない危ない危ない、うわー、うまかったのにな、ちょっと狙いよかったな。もうそうですね、あのでかい一発当てないと返せないだろうな、もうあの状況は。お待たせしました。さあ続いてフロムヘル安藤さん、さあもうレジェンドプレイヤーですが、最近このレジェンドプレイヤー結構来てくれてますね。しかしこのエキスさんに対してが相当、まあ、きついというか苦手意識というか、わからないというかという感じでしょう。まあ本当出た当時エキスはいなかったからね、全然。まあ、ここは届かない、上を取っていくのはキム、うまい。中段当て身から追撃して走り込んで、キンリーと一発目からガーキャン前転、いい選択肢でしたが、あれ結構反撃難しそうだね。ガーキャン後転がいいのかな、うまっ。
さあ当て身をうまく駆使しているので、ちょっとマスさん側も手が出しづらい状況か。アムさんうまいな。さあ今度は上を取っていくキム。かー減る。エキストラゲージはああいうところで火力伸ばせるのはいいところですね。弱弱からしっかり、あれでもう4割ぐらい飛ぶんじゃないかね。うまっ。さあここは中段まで打ち切って、うまい、待っている。しっかりちょうど禁止にならない間合いを保ってたのが良かったですね。さあゲージは十分、この中堅戦は状況だけで見ればクロムヘル有利か。さあ発動状態でプレッシャーを与えていく。さあここはなんとも言えない状況になる。さあまたも発動、さあいろいろやっている。そしてマースさん側もガードが硬いですね。しっかり、うっ変な当たり方した。すげえ、あれヒット確認っぽかったけど、さあ相当いい勝負だな。うっここは当たらない。中段にガーキャン交点、もう一回キュアチームのアンディもなんか綺麗にまとまった強さですよね。全体的にちょっと尖り気味な感じがしていいですね。親方チーズケーキです。コガガーキャンして少しでも疲れさせておきたい。ここはしっかりガードしている。うまーチーズケーキ。さあこの対照戦、いやー狙いすました。コアシコパン発動、シャーミキシー砲脚、そして強制ダウンから下がる。さあここでフルムヘル側追う立場になってしまう。さあガーキャン吐いて上を取っていくのは回し側。うまっ、しっかり2段当てはる。すげえな、アノさんうまいね。うん、しかしつながっている。あの飛びの角度でつながる。ここはフロメル一歩届かず、回しが強いですね。さあちょっと名前は省略されてますが、ステップ投げしに来ましたバスケ部さん。このゲームキャラによってだいぶステップに性能差ありますけど、ほんと速いキャラ、ほんと速いからね。それがあれですね、まあ入ってないけどクリスとか相当ステップ速くて、その後 D 投げ強制ダウンからのリターンがでかかったりね。あとは厚紙投げで投げが外せないキャラとかも確かにというか強力ですよね。まあ今回バスケ部さんが選んだキャラはいつもとかなりガラッと変わって、裏舞い裏ゆり、バイス。さあ回し側はルガールをチョイス。山口って流行ってんのかね。けどこの動きは一人では培われないだろうから、まあ やってるんでしょうね。さあ先方戦相当いい勝負。さあ D 投げから前 B、 未だステップ投げは見えませんが体力を奪っていく。うまい。さあ回しルガール中堅。さあしゃがんで、さあ発動して、おすげ
あ、ここは抑え切った。いや、このゲームほんとね、今もうちょっと慣れたけど、こう改めて見たときに本当に違うゲームになってたな。さあ、ここはジリジリした展開。あのジャン、うわすごいすごい。さあちょっと惜しい。ルナールコンボ難しいですね。さあ、ここは打ちになってゲージをため直し、さあリーチが長い、減った。うん、さあバスケ部さん側が対象バイス。さあ、ここはうまく裏から、さあじいじいした展開だが、一旦離すとバイス側はちょっと面倒くさそう。うまく避けて一発、うまいな、しっかり人確認して、さあ問いに行く。うわー苦しい。最後は逆にステップ投げをもらってしまう形。はいはい、 OK ですね。オケラさん、さあ未だにここはマーシさん連勝止まらず。そう考えるとケアチームもなんかやっぱ層が厚いですね、やっぱね。さあ親方オケラさん、裏切り滑り丸ユリ、うまい、裏になっている。さあうまい連携を組んで、さあしっかりしてる。さあオケラリード、しゃがみしいいな、うん、ここはなんか位置が入れ替わって技を漏らしてしまう。うお、でけえ。まあ、しかしだいぶキムがだいぶ活躍してたんで、ここで止めたのはでかいでしょう。引っ掛けて、さあしっかり入力を AC にしてんのかな。さあ少しでも粘りたかったが、ここはうまくいなしていく。ここはしっかりガードして一発、裏今のはちょっと見えづらいですね。さあ回しペースになっていく中、さあこの勝ちはでかいですね。さあオケラ大将表より、おっと惜しい、
さあ発動状態、さあうまく走り込んでいったがまた離されてしまう。これはめんどくさい。うん、繋がってはいないが、さあガードも固くなかなか崩しにかかれない。冷たい。さあ投げは通す。くっ、追いつけるか。さあ硬すぎる。うまいですね。はい、南アルプスさん、アドバンスとイオリ、ブラックリス、クラウザー、いいですね。このチーム、まあ、アドバンスとの結構一つの答えぐらいの感じのキャラ構成なんじゃないでしょうか。あ、しかしこのキムに開幕絡まれるとゲージもないのでちょっと苦しいですが、一発返していく。さあ、お、ナイスガードだが他のタクも強いんでね、崩されやすいですね。クラウザーが2番手、さあどんどん乗っかっていく。これは苦しい。さあ一発コマ投げ切り返して、さあ危ない。さあ今のガーキャンはうまいですね。つながっている。厳しいな。さあ残されたのはウラクリス1枚。その子はつながらないが、隙がなんか絶妙だな。さあ固めていく。ここはなんとか脱出して D 投げ返して、さあ苦しい。くぅ減った。さあ厳しい厳しい、すげえな。さあウッチーさんが止めに入ります。さあ裏や白クラウザ、裏回り、さあこれもまあおそらくキムに絡まれるまで勝負でしょうか。ライオショー側は、さあ間合いをお互いうまく保って、ここはさあちょっと惜しかった場面見えねえ。さあどんどん乗っかっていく。
あ、しかし的確に投げを外して、あ、うまい、マジか、やるな、さあ投げからの表、さあまずはジャンビー2回返していってブリッツボール当たる、あ、うまい、痛い、これは痛い、つながっている、もうなんかすごいことになってる、厳しい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 、ピヨってる、すげえな、小さん大将ラマリー1枚、ここは早めに仕留めておきたいところですが、まあ、中段から崩しにかかる、まあ、レンガではないところを酒から砲撃、さあ危ない、うまい、しっかりしてんな、さあんなわけで、さあ内さんが裏回り大使粘りを見せているが、ここで赤く点滅、うまいな、そのまま決まる、減ったな、